おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。今週最後のお弁当です。豚バラとナスのオイスター炒めです。まずね、副菜のキャベツはね、程よい大きさに切るよ。ちょっと私ぜぜ息切れしてるよね。おそしたらさ、余分な水気はね、キッチンペーパーで拭き取るよ。すごいぜぜ息切れした。息子がさ、学校に行くとき雨がすごい降ってたのよ。あ、ほんでね、これ分量、これね、あのうちの息子、赤ちゃんの頃から雨男でさ、すごい雨が降ってたから、送って行って駐車場から家まで帰ってくるのにぜーぜーなりました。かねてあんまり出てされかんからさ、困っちゃう。でね、これであれ、これであれどれ、キャベツの塩昆布ナムルができたね。でね、もう今日はレンチンハムエッグ、ハムを2枚器に置いて、卵を割り入れて、黄身にさ、爪楊枝で5、6箇所ツンツンツンって穴をほがして、軽く塩コショウ、そしたらハムをかぶせて、ふんわりラップをして、600ワットで1分半から1分50秒レンチンです。そしてね、ウインナーに切り込み、でね、ナスはさ、6等分のくし切りするよ。この豚バラとナスってさ、なんでこんなに何をしても美味しいの？めちゃ美味しいよね。で、豚バラでこうくるくるってさ巻いたらさ、ナスのジューシーさと豚バラのこの甘み、ジューシーな甘みとさ合体して、めちゃくちゃ美味しいよね。もうほんと罪作りなうまさだわと思う。でね、全体に片栗粉をまぶすよ。後からのタレの絡みも良くなるからね。そしたらね、調味料を合わせるよ。分量はこれです。まあ本当にさ、今日は雨降りだったのね。朝から5時ぐらいからもう雨だったな。ほんで一回さ、止んだっていうか、まあ止んだのよ。だから、あ、このまま止んでくれればねと思ってたら、息子の行く時間になったらすごいザーザーぶり。ほんとね、赤ちゃんの頃から雨男でさ、息子が生後13日目だったかな、生後13日目からさ、大学病院に通院してるのよね。先天性の疾患があったからね。もうね、病院の日も雨。とにかく息子がなんかある日は必ず雨。もう本当に雨男だ。でもウインナーを焼き終わったね。そしたらね、豚バラナスをね、巻き終わりを下にして焼くよ。そして全体の面を1分半ずつ焼く。そしたらさ、こうやって転がしながらね、全体の面をまた言うね。同じことを何度も言うがね、困っちゃう。あ、ほんと困っちゃうわ。でね、また1分半。そしたらもう一回コロッとしてさ、残る段階で美味しそうだもんね。塩コショウシャシャッとかけてるわけでもね。そしたらね、蓋をして1分半蒸し焼きです。
け合わせ調味料をザバッと入れて、このタレをさ、しっかり絡めるよ。もうこれがうまいのよ。そして久しぶりにストーブのスキレットを使ったけどさ、ストーブのさ、16センチのスキレットと和鍋 S の蓋がね、ぴったりなの。ストーブ好きにはたまらんよ。ね、いい感じにタレが絡んだでしょう。これでね、豚バラとナスのオイスター炒めの出来上がりです。詰めます。大葉で仕切って、ご飯はね、傾斜をつけてる。で、豚バラナスはさ、立てかける感じで詰めるよ。6個入るかと思いきやね、入らなかったから残った1個は私の口に入りました。私の口にって。そしたらね、レンチンハムエッグはさ、断面が見えるように詰めるよ。で、キャベツの塩昆布ナムルはカップに入れて詰めます。やっと金曜日、長かったような早かったような。そして私は今日起きる前にさ、あ、お弁当作れなかった、今日寝坊しちゃったっていう夢を見てたら、あの夢でした。ねえ、もういろんな夢を見るがね、空を飛んでる夢を見たりさ、ガラスを食べてる夢を見たりさ、不思議な夢を見ちゃう。でも夢占いはあんま気にしないかな。気にする時もあるけど、その時の気分次第です。で、ミニトマトをちょこんと乗っけて、今日はね、トトが大好きなわさびのりふりかけ、梅干しをちょこんと添えて、今日のお弁当の出来上がり。今週最後は豚バラとナスのオイスター炒めでした。材料と分量出ます。また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、良い一日を。